はじめまして、福岡県久留米市ザ・フォーエバーヤングです。僕たちザ・フォーエバーヤング、今回久留米街角音楽祭2016出演します。福岡県久留米市っつっていっぱいライブやってるんですけど、あんまりこう久留米に対して語る思いタイミングがなかったけどね、うん、今回ちょっと語らせてくださいね、本当に。はい、一人ずつ行きましょう。はい、うん、ハイスクールヒーローになりたかったです。やりたかったです。なりたかった、はい、間違いない。なれなかった。なれなかった。はい、小川君は、いやぎっくりに乗ったの嬉しかったですね。いやー、乗ってましたね。青春っぽいですね。いや、ほんとにいいって。名前出すね。EX? 名前出すね。俺、いちご姫になりたかった。いや、気持ち悪い。気持ち悪かったですね。まあ、広瀬食堂ですかね。まあ、一番、結局のところ一番好きなのは、美味しいですね。美味しいものがいっぱいあります。そうです、本当に可愛い子も楽しい場所いっぱいあります。ゆめタウンとか、はい、いいね、ゆめタウン。久留米で育ちました、私たち、うん、私たち育ちました、ね、ムーンスターもあります。ムーンスターもあります。ムーンスターもあります。ベントハウスもあります。ベントハウスもあります。あとは鉄砲。あ、いい。あ、弁慶。あ、いい。あと文化街は、ウェポ文化街。いいね、いいね。文化街、東アイコ。東アイコ漫画倉庫、丸星。あとあげて、コーラさん、成田さん、自由空間、いっぱいあるやん。あ、いっぱいある。まだある。まだない。いっぱいある。スタバ。あと、ないかな。あと、ビデオアメリカも潰れてしまった。駅前不動産。JR。駅前、JR。西鉄。一番が。JR はやっぱ、よかったな。10年前の JR はね、そのまま大丈夫かな。うん、いやけど多分語れないぐらいありますもんね。本当にそうです。これぐらい、もっといっぱい思い出ありますね。大好きな街です、本当に。でも地元に錦を飾るつもりで、錦ってなんすか。錦、さっきから言ってるけど錦、意味答える人は簡単に錦って言ってるけど、どういう意味言ってるのか。アキラだろ。あ、アキラだろ。あ、錦の、あ、そう、錦のアキラってどこに出身やったっけ。わからん。でも、その意識飾るんで、本当に、うん、この動画見て気になった人、ライブ見に来てください、俺らの時間帯。よろしくお願いします、本当。では、当日、待ち構えようぜ。待っとるぜ。ああ。以上、ザ・フォーエバーヤングでした。